今日でレインちゃんに会ったのは2回目まっすぐな目で彼女に先生なんて呼ばれると少し嬉しくて顔が赤くなってしまった レインちちゃゃんにバレちゃったかな先生なんて呼ばれたくらいで赤くなってるようじゃ私もまだまだ新米カウンセラーだねでもレインちゃんに初めて会った時から感じている不思議なあの感覚は何なのだろうあの目を見ていると私自身を見透かされているような気分になるあの大きな目の中に映る私は頼りなく見えるのだろうか それにしても私がレインちゃんぐらいの頃ってあんなに落ち着いてたかな一応品がいいで通ってたから大丈夫かな <laughs> でも本当、彼女はとても落ち着き払っているように見える12歳なんてまだ子供だと思っていたけれどレインちゃんは大人びている気がするまあ最近の子供はみんな混せてるっていうし 実際親戚のことかも大人びたところもあるし昔と今は違うのかもあーなんだか私おばさんみたいなこと言ってる幻覚なんかに負けないでレインちゃん私がきっと直してみせるから。